つばげ玉明星そば打ち製麺所エビが香る大盛り大盛り、これがこのやっぱそばのこの出汁の感じも自分だとそばつゆとか買って作っても、うん、いいですね。なんかいろんなのが入ってるの。これでなんか喉が渇いたのとあの熱いそばの音で喉がより冷たいものが、うん、うまく感じる。そしてこれ締めのこれとやりながらの、うん、で500で量が多すぎてなんか鬼が終わっちゃったな、でもチートスがあるというこのダブルのつまみ祭り3段階3段階弁当そばインスタントで鬼ドライチートスすごい。おお、3段階以上か。いいっすね。豪華です。このスペシャルのをちょっとこう見せて、この一番お気に入りのこのチキン。沖縄でいい思い出。どうぞ一本どっちか好きな方。あ、いいんですか。どうぞ。すみません。どうぞ言ってください。わあ、いちゃいます。前回これ取らなかったかもしれないですね。こういうのオリオンの何を飲んだかっていう。なるほど。だから全然覚えてないし、取ってたら多少なりともあれなんですけど。編集したりして記憶に残ってるんですけど、なこれと同じだったのどうか忘れちゃいましたね。なんか2種類ぐらい飲んだかもしれない。そうですね、あのなんか X みたいな飲んだことがあります、ね、あさっき右の端のさ、鬼ドラ鬼この値段もちょっとデータとしてあのこの2016年の4月のまあ、鬼ドラって名前じゃないですけど、まあ、ほぼ一緒のやつを1本110円名前が変えた名前を変えたのか、これ鬼ドラチキン。鬼ドラ良かったのに、これはもう結構名前がいいですよね、鬼ドラ。鬼ドラで、これちょっと動画だと分かんないか、この大きさっていうか重さというかヘビーな感じ、箸ヘビーな箸とのこの比較、高さもこれずしっとくる。ケンタッキーのドラムスティックよりもなんかでかい感じしますよね。そうです。これとオリオンで食べちゃったけど麺と290円の半額、うん、でこのラーメン 90g の麺ので95円かなんかガツンとこれが夕飯です。あとチートスもこれおまけにあのなんかチートスもあります。そうです、11円なんか鬼ドラチキンが、あ、食べちゃってからまだつまみが必要な時はチートスに行って、これで合計額金秀、うん、お一番好きな金秀、おチキンとドラム唐揚げで340円、うん、そしてもう一軒の方のこの名護のビッグイオングループの店だけど、この名前はビッグというスーパー、これが158円、これ合わせて500円ジャストぐらいがこのセットです。500円セット金比で最高ってことで。